はい、おはようございます。本舗中です。おはようございます。はい、今は首都高の八潮のパーキングで、はい、休んでました。ちょうど今8時間経ったんで、今から出発したいと思います。今日はね、兵庫県じゃなくて京都か、京都の南端まで行きます。京都の南端に AM 着です。よし、ちょっとアルコールチークします。こんな感じです。よいしょ、じゃあ行こうか。今日も頑張りましょう。はい、じゃあゼロです。ゼロです。よし、オッケー、牧場。ちょっと今度は天候電話しますね。少々お待ちください。はい、じゃあね、天候終わったんで出発したいと思います。もうこのままの角度でいいですか、カメラでいいですか。よし、これセブンイレブンで買ったピリ辛トマトのソースとサラミのスティックです。温めた方が美味しそうやったかな。温めたらでも匂いこもるから店員さんにはいいです言うて。よいしょ、これね、昨日ホームセンターコーナーで買ったんですよ、滑り止め。もう今まで、もうここにね、この100均のよくある滑り止めあるでしょ、これあるやんか。もうあるやんかって大阪弁やけど、これをここにピッて引いてて、ほんならもう携帯とかポーンと置いても滑らへんし、もうめっちゃ便利やんか。ほんでもうこれポーンって引いとったけど、これ引いてたらもうここら辺の何コンソール開けたりとかしたら、もうなんかこ挟まったり、開けるときも邪魔やし、ほんで、まあ、言うても動くやんか、なんかこう物を取ったりとかしたら。ほんでもうこれもう見た目がちょっともううわーっていう感じやから、時計アラーム押しちゃった、ちょっと待ってください。最近も iPhone もアラーム鳴らせ方もめんどくさくなったな。ですんで、この滑り止めの代わりにこれをここに貼り付けて、はい、ちょっとね、もうこの100均の脱滑り止め、この100均をちょっともう使うのをちょっとやめようと思って、ここのこの辺のコンソールに。ほんで大体このコンソールの置くところはもう決まってるんです。置くもんは決まってるんですよ。もう大体この運行管理の紙とか日報の、これなん、受領の紙が入ってるのかな。このクリアファイルを、まあ、この辺に置いたりするぐらいなんですよ。この辺に置いて、で、iPhone とか iPad この辺にポーッと置くだけなんで、この辺にちょっとこの滑り止めをね、貼りたいと思います。もうね、この100均の滑り止めのマットめちゃくちゃいいねんけど、いや、ほんめちゃくちゃいいねんけど、もうなんせ、ちょっとなんやろ。まあ、不細工というか、なんか、ああ、もう邪魔やなーってなるときあんねやんか。だからこの、滑り止めの、これ映ってます。滑り止めの、この、マットじゃないな。だから滑り止めのこの、これ。ピップエレキ板をここに貼ります。滑り止めピップエレキ板。なんかあれやな、基本的にまっすぐ貼りたいな、ぼんやりでいいから。これをポチッと、何個ぐらい貼るかな、1、2、3、4、すぐ晴れてるかな。お、全然目立てへんからめっちゃいい、これ。これこっちのカメラでも撮っとこうかな。
はい、今ね、あ、もうこれめんどくさい。はい、はい、はい、宮を進むか、みたいな。よし、じゃあこれ、次、この辺かな。この辺。目立てへんからいい感じです。あとほんだら4個、この辺かな。この辺携帯置く可能性があるので、ちょっとここ詰めとこうか。こんな感じでピッチはい、出発せーで、ピッチ。よっしゃ、はい、こんな感じでね、晴れました。わかるかな。よしよしよし。あんまり目立つか目立つかもしれんけど、置いたら、お、滑らへん。ほら見て、この音。ミヒマル GT みたいになってる。はい、まあまあいい感じです。これ置いて、ほんで携帯とかポッと置いても、お、いい感じ。携帯も滑らへん。いい感じです。いいじゃないですか。 iPad とか置いてもいい感じですね。はい、よっしゃー。ちょっとこれみんな、どうですか。100均の滑り止めにちょっともやっとしてる人おったら、ぜひこれ試してみてください。これホームセンターコーナーで売ってます。なんかゴムのマットとか売ってるコーナーに売ってます。そのゴムのマットでね、このマット買ったんですよ。これもうそのまんまやろ、ゴムのマットやろ。このマット買いました、昨日。はい、これはまた後日紹介したいと思います。ということで、ぼちぼち出発しましょう。じゃあ、アルコール終わった。点呼終わった。点呼終わった。よっしゃ。じゃあ、ほんだら行こうか。パン食べるかどうかわからんけど。よし。よっしゃ。よっしゃ。よし。よし。よし。よっしゃ。じゃあ、かけて。点検を開始します。点検終わってるからね。全部終わってる。よっしゃ、出航します。ちょっとズボン長い、足が短足やから。よし、もうこれね、そう、みんな、そう、ちょっとコメントで教えてほしいんだけど、もうトラックとか乗っとって、マスクどこに置いてます？使ったマスク、まあ、毎日いちいち1枚マスク買えんねんけど、使ったらもうポーンと置いたりすんねんけど、どこ、どうしたらいいかなと思って、もうその別に衛生面とか別にこだわってないねんけど、そう、みんなどうしてんのかなと思って、まあ別にこだわってないからこの辺でええねんけどな。はい、じゃあ出発したいと思います。ですです。じゃあ、ほんなら誰かの YouTube でも聞きながら走りましょうか。誰かの YouTube ということで、よいしょ。これね、僕のね、今日ちょっとルークスの動画上げたんですけど、これね、スーパーグレートは、アップルカープレイがついてるんですよ。これね、ここ、ポンと押して、あ、ブー言うてるな。このアップルカープレイを iPhone つなげて、ここの USB のところに差し込みます。こんな感じで、プッ。じゃあ、アップルカープレイが、作動します。これ画面ちょっと映ってるからわからんかな。ほんで、
まあ、YouTube の音だけ聞きながら走りたいと思います。今日はなんかあれやな、本舗のぶやんがなんかアルミ磨いとったな。ナッカさんの真似してみましたってやっとったから、のぶやんの動画の音でも聞きながら行きましょうか。マクド買ってきました。これね、Apple CarPlay で接続すると、あ、このね、これは Google マップ、Yahoo マップなんかな、あ、地図がここで見れます。こんな感じでナビになってます。はい、ナビゲーションです。ほんで、まあ電話とかメッセージも受けれるんですけど、まあ、今再生してるのは YouTube なんで、 YouTube の動画は見れないんですけど、こんな感じで音声だけ聞くことができます。まあボリュームはハンドルでも上げていくことができるんで、こんな感じで。ただね、はい、早送りはできへんから、はい、これ買ってきました。ちょっとまあ、はい、これ食べて早送りできへんはずやろ。ホイール磨きで、ホイール磨きやっていこうと思います。ちょっとノブヤン動画45分、長いけど。まだ全部磨ききらんかもしれんね。ちょっとあれやな、やめとこう。ということで、また後で見ます。はい、じゃあね、ぼちぼち出発したいと思います。あ、よし、ライトオフ、シートベルト、よいしょ、ちょっと刺繍がする。パーキングエリアを出発します。出発進行。寒っ。よしよし、 OK。 もうみんなあれですよ、寝過ごさんと起きてくださいよ。もうあれかな、ここで朝まで寝る人もおるんかな。皆さん、じゃあそれでは行ってきます。よいしょ。じゃあ、首都高は、股間から、こっちブリーンと行って山手トンネル突っ込んで、はい、首都高用側の方へ向かいたいと思います。かぶせてきやがったな、デジタコ。よし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 、あお、ガラガラだわ。月曜日の朝は、埼玉戸田荷卸しに来てました。うん、戸田荷卸し来てて、ほんで一応まあそっからマイプラの予定やったんで、リュートマンに一応これ下ろしたら、あのまた積んで、当日分積んで、横持ち分積んで走る予定になってるんですけど決まってないんですって言ってたら、じゃあもう今積んでんのも決まってから下ろすかとかって言われて、ほんで、あ、そうですかって言って、で荷物決まったんが何時ぐらいだったかな、9時半ぐらいだったかな、9時半ぐらいやったんやけど、なんか荷物を下ろすん結構時間かかったから、もうさっき下ろしとったらよかった思って、もうミスターチルドレンやったわ、下ろしときゃよかったと思って、うん、まあ、でも横持ちして、うん、で帰りは茨城の石岡の方に積み込み行ってました。石岡に行ったら、そこの
専属のドライバーさんが俺受付後ろに並んどったら、あもうあれでしょ関西帰るんでしょ言って、もうさっき受付してよって言ってくれて、いいんですかもういいですいいですって言っとったけど、もう俺宮城やからいいよって言われたけど、いや宮城も遠いちゃうんですかとか言ってそうそう、いやいいよいいよって言ってくれて、その人もトラックもう綺麗でもうピカピカやって、なんかなんかね、アルミも綺麗やって綺麗ですねって喋っとって、キャミも綺麗か新車やも取ったら、キャミこう赤色の部分色塗ってもうたんですよって言って、もう色褪せて、そうこれ3年目なんですって言われて、全然見えないですねって言って、そうそう塗装してもうたみたいで綺麗になって新車みたいだったです。一応あのお先に、はい、出発させてもらいました。今日はありがとうございます。何かかった何かかかった何かかったかった何かかかったかった多分こんなかやちゃうな音がちゃう。よしこの滑るとめええな、なんかが緩んでました。
ます。中本浩二です。最近トランプ大統領の選挙の不正、バイデンとの不正の動画ばっかり見とったら、なんかすごい丁寧になんか詳しく説明してくれる人で、もう中本浩二そっくりの人おって、もういつも左手でこうやってボード持って、その18とか言って、バーって、こう、バイデン不正がなんとかかんとかって喋り出すんだけど、あの人もめちゃくちゃ詳しく教えてくれる。うん。まあ、よその国の選挙、ごっつ気になる、本物なんかです。あの人、中本浩二みたいにそっくりやねんけど、あの人天才やねん、多分。ああ、もう今ね、首都高貸し切りです、今。すごい。なんか今貸し切ってます、ほんまに。後ろにも俺、あ、後ろに一台おった。貸し切りじゃなく、なかった。あ、前にもおる。ああ、なんかこう、こんだけ空いてたら、あの、首都高の高速台、2000何本出しても、まあ、チャラかなって感じするな。街東京やな。向こうにスカイツリーが見えますです。こうビルの明かりがバーってあって、ほんで川にもビルの明かりがあって、こうあってな、杉薬局やけど、あれどこだったかな、千代田のパーキング、常磐道常磐道の、なんて言い直したん、なんて言い直したんやろな、常磐道の千代田のパーキングでお昼、あれ何やったかな、油そばっていう、なんかあのレンジで温めるやつ食べてんけど、なんかイメージしてたと全然ちゃうかった。もう俺の中ではもうその油そばっていうメニューをちょっと知らんかったんやけど、俺のイメージでは、もう温めたら、もうスープがふわーってなって、こうなんかすごい、あったかい、なんかこうラーメンみたいなの食べれるんかなと思ったら、もう全然、なんかもう下の方に、油か、なんか汁かがちょろ、ほんまになんかちょろっと残ってて、なんかほんでそこを、ほんで上は、麺はもう全然もう何にももう、全然スープにも何にも使ってなくて、これどうやって食べるのかなと思って、ほんで、そこの方みたいな、なんかそうスープみたいな、油みたいなのがあったから、これに絡めながら食べるのかなと思って、下の方から麺すくって食べてして、なんか、あ、なんか微妙やったな、あれ。うん。油そば。ファミリーマートで売ってる油そば、一回食べてみてください。微妙です。そう。それをお昼、1時頃食べたから、夜は何も食べずに出ました。だから、もうすぐお昼油そば食べて12時間かな、もう今めっちゃ激お腹空いてます。はい、じゃあここは港北のジャンクションです。はい、あら、まあここも貸し切りやわ。
え、ピエンなみたいな。まあ、流行ったっちゃ流行ったから、ツイッターでようピエンって見たもんな。積み込みがまだできません、ピエン言うて。誰が考えたんやろな。天才やん。まだ工事してます。中本工事。でピエンとかな、うん、それこれ日曜日、そう日曜日洗車して出発してめっちゃ天気良かったのに亀山からちょっと雨がパラパラってきてピエンやったわ、うっそーみたいな。まあほんまパラパラやってんけどな、そう鈴鹿を越えるあたりまでちょっとパラみたいな感じ、パラちゃんやったわ。これいらんけどな、もうな音声な、もう今もう大体もう看板だけでもう大体どこが、まあ、どこがたまに全然わからんとこあるわ、なんとかなんとかだからちょっとどこかなみたいな。あの都心環状っていうの、もう都心の方はもうほぼほぼもう走らんから、もう全然どこどこか全然わからん。助手席の何かがカタカタ言うてるな。もうこれあれやな、もう東京料金所のところで一旦ちょっともうあのなんかあの一回ちょっと止めるところでちょっと止まって確認します。何かがカタカタ言うてる、これもピエンやわ。もうだから今これ出発してやけど、途中をちょっとこう動画を絡めながら明日動画アップしたいなって思います。よろしくです。ピエン、よしよしよし。熊野町ジャンクションです。熊野町ジャンクション、ようラジオで聞きますね。はい、じゃあちょっとこのまま、はい、行きたいと思います。山手トンネル入ってます。山手トンネル
もちょっと水が垂れてくるゾーンあってピエンですね。左の方が流れるやんか。そう。でも、もうずっと右並ぶ。なんか左寄ったら負けた気分になるから。な、あの先出たとこで、こう右側はもう手前の方から右に入ろうってなるから、そこで止まる間に左からどんどんまくっていくから左の方が早いなんでな。もうシステム的にそうやからしゃあない。まあもちろん、まあ俺も湾岸からこうビューって来たら、まあその恩恵を受けるけどな。ずーっと行ってこの辺ぐらいまでは早いね。右の方がなんか知らんけどこの辺までビューって早いねんけど、この先からなんか左がぐんぐん流れていくっていう。わー左の方が早いってなる。もう俺の心の声、わー左の方が早い。よしよし、重たい。
左足内股で運転してます。はい、安定の内股です。なんで内股なんだよな。みんなどう、内股なる人おる？俺だけかな。左足内股になるわ。内股。はい、探検ジャヤです。もう眠りについてる東京ですね。このバスどこまで行くんかな、神戸まで行くんかな。欲しかったな。ちょっと分かりにくやったな。この前のセレナの人めっちゃかわいそうやな。発煙筒っていうの3つぐらい踏んどったな。なんかちょっと前発煙筒かなんかでこのつなぎ目のなんかゴムがなんか燃える火災になったっていう事故とかなんかあったな。やったような気がする。ほんであれがついたままなんか工事が終わるときあるやろ。工事か事故処理か分からんけど、ついたままほんであれブワーンって踏んでいくトラックとかおって、まあ踏んで決戦的な感じだから。
分です。はい、ヤシオのサービスエリア、パーキングエリア出てから3時間14分ですね。あと2分ぐらいで浜松のサービスエリアに到着します。ちょっと結構空いてたんで、もうほんまにもうペースも速い感じでここまで着きました。3時間40分ぐらいかかるかなと思ったんだけど、はい、ただ岡崎まではちょっと届かんから、もうここでシャワーして、あと残りは一気に行けますね。260キロなんで、大体3時間半、4時間もあったら十分行けるんで、シャワーして、はい、あとは一気に走ります。3時半、4時、5、6、7、8時頃には到着しますね。ですです。30、30、
1日やな、あと1ヶ月やな、ここでちょっとシャワーします。シャワーシャワー、よいしょ、あーあーぐーうんあよっしゃ、じゃあシャワーします、シャワー行ってきます、よし、シャワーちょっと浜松でよいしょラーメンと餃子です、よし、いただきます。餃子はこっち、もうお盆が出てもてる、じゃあいただきます、じゃあ、浜松でシャワーして、で、またラーメン食べてしまいました、すいません、ここラーメン屋さんしかやってないから、ラーメンと餃子と小ライス食べました。ふぅ、お腹いっぱい、もう眠たいもう眠たい、じゃあ今からちょっと女頑張って走ります、せー、4時24分、よっしゃ、じゃあ走りましょう、走りましょう、よっしゃ、この滑り止めほんまになんかいい感じ、目立てへんし、ちょっとわからへんかなこれ、うん、ここにプツプツの滑り止め貼ったんですよ、これ動画の最初にも紹介したんやけど、この100均のダイソーの滑り止めこうやって置いとってんけど、なんか邪魔やからなんか邪魔やから、この滑り止めのプチプチのなんかシールみたいなここに貼りました。ちょっと実験でお試しで貼ってみたけど、これなかなか良さげですよ、ほんまに、ですです、よっしゃ、じゃあ出発します、今4時25分ですね、です、よっしゃ、じゃあ出発して京都南丹まで向かいます、よいしょ、ベルトして、あ、京一のコーヒー、あ、そういえば京一のコーヒーどこ行ったっけ、あった、コーヒー、これ京一のコーヒーです、コーヒー飲みながら行こうか、よっしゃ、7時50分ぐらいかな、8時ぐらいには着きそうですね、よっしゃはい、おはようございます、はい、おはようございます、帰ってきました、京都まで浜松のサービスエリア出た時に、うん、8時頃、うん、着くかな、ちょうどええ感じかなって言ってたでしょ、すいません、刈谷で2時間寝てしまいました、刈谷で2時間寝てしまいました、ということで到着が
10時になります。すいません。一応でもAM 着なんで、ちょうどええ塩梅ですね、今日は。はい。後の仕事の関係とかいろいろ考慮して、はい、ちょっと2時間休息取りました。はい。ということで、今日は南端なんで、このまま、京都縦貫を、うっしゅーと行きますね。これ、京都縦貫連絡線ではないですね。京都縦貫道です。京都縦貫道で、これ、京都縦貫道走るの久しぶりやな。ちょっと久しぶりかな、ブリブリやな。です。なんやろ、この辺。ピーナッツの匂いがするな。外気じゃないのに。なんで行って、京都縦貫のなんとかインターで出ます。なんとかインター忘れました。やっぱり新名神の亀山から草津間、あの土山のとこらへんとか、ものごつい天気悪い。こんな天気いいやろ。もうずっと伊勢湾側走ってる時もめちゃくちゃ天気良かったけど、亀山から雲行き怪しくなって、もうパラパラって雨降って、これ嘘みたいやろ、ほんまに雨降って、土山で、亀山から土山越えて信楽ぐらいまでパーッふわーっと、もうほんま向こうの方虹見えとったもんな。うわ、虹出てるみたいな。そうで、今日関西雨なんかなと思ったら、もう草津越えたもん、ピーカン、うわー、もうめっちゃ晴れてるみたいな感じで、なんかあの辺やっぱ天気悪い。冬になると晴れててもあの辺はもう雪降るから、わーっと真っ白だろ。うん、ほんまに。だからほんまユニバーサルスタジオに遊びに来る方はもうスタッドレスはめてくださいね、ほんまに。あそこでうわーってなると思う、ほんまに。冬場はですです。さあ、間違えないように京都縦貫をまっすぐ行く。なんか今日京都南、なんか京都東か、2キロ渋滞出とったけど、朝なんかあったのかな、事故かな。一応掲示板あったから、こっちは全然スーダラダでした。よし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 。じゃあこのままちょっと京都縦貫行きますね。懐かしいな。覚えてるかな、教授は。死の。笹じゃない。死の。くずかけ。亀岡。うん、天気いいわ。なら、行ったら、もう、バラの人も終わって、ちょうどええぐらいかな。意外と中途半に8時頃バーンって行ったら、もうバラの神みたいな人とかがやってて、うわバラやーみたいな感じで逆に俺がバラやってる時も、後ろ来た人がうわバラやってるわーって思ってんだろうなすいません、ほんまに。でも俺らっていうか、大倉は基本的にもうほんま提唱しかないから、もう提唱の神体は、まあほんまにもう下にパレットいて、もうホイ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 、もうバイ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 上から下に、まあどんどん置いていくような感じやけど、交渉の人見とったら大変やな、あれ。まあ、パレット 3枚4枚ぐらい置いて、なんかバーってやってるのもたまに見るけど、まあ見るんやけど、結局あれ最後の方、あれパレットの方乗られへんようになったらどうするんかなと思って。あ、物が下がってくるから下から取れるんかかな。最初はパレット上乗れるけど、物によったらもう紙台の上にな、もうそのまま靴のまま乗ってもええとかっていうのもあるやろうけど、米とか、うん、どうなんや、乗っていいよって。で、あ、乗ってもええんやったら早いな早くはないか。あの紙
2台も雨の日にもう2台の上でやってって言われたらもうほんまうーってなるもんな、腰が痛いってな、ほんまもうみんな大変や。バッチリなってるわ、もう明日の朝まで起きれるんちゃうみたいなテンションや。昨日ルークスの、配線つなげてやるやつ、iPhone の iPhone で再生した YouTube 見れるよっていう動画見とって上げたんやけど、コメントで「いや Bluetooth もできるよ」とか書いてある人おって「あ Bluetooth もできるんや」って俺な Bluetooth ペアリングすんねんけど、ルークスペアリングがななんかできへんねん、なんかわからんけど iPhone があかんのかな、これもペアリングできへんねん、このカーステもこのカーステもペアリングできへん、なんでかわからんねんけど、Bluetooth もちょっとやってみようかな。これでもほんまに Apple Car リンクちゃうわ、 Apple Car Play ついてるんで、これはほんまにまあまああのまあめちゃくちゃいいかどうかわからんけど、まあついてていいなと。でももう電話、なんかショートメッセージとか LINE とかなんかもういろいろとまあここでまあ見れるんかもしれないけど、全然そうなん使えへん、うん、もう電話もなんかこれでつなげたらなんか微妙かな、なんかもやっとするな、何かは分からんけど、もうほんまにもう YouTube だけしか書けへん、これでもうほんまにYouTube ミュージックやったらもうここでだいたいプレイリストとかなんかの履歴とかも見れるのかな、履歴もここから操作してプッて選んで音楽アルバムとかなんか選べるし、ほんでもうだいたいずっと聞いてたらもうなんやろ YouTube の AI が、あーお前4950ぐらいやなみたいな年齢まで把握するかしらけど、おぬぬめでどんどん出てくるもんな、おぬぬめでどうですかで、わ懐かしいなみたいな感じでそうそう聞くから、あれYouTube ミュージックのアプリいいですよ、ほんまにプレミアムに入ったら広告も出えへんから、そうそう多分月ツタヤで借りるレンタル代で換算すると多分5、6万円分ぐらい聴いてるいろんなアルバムが聴けるから、YouTube ミュージックでそれをツタヤで借りたとしたら多分、いや5万、今言い過ぎた、2、3万ぐらいかな、いや2万円分ぐらいかな、パッてもうほんまに検索してアルバムって再生できるから、そうそういいですよ、爆弾ですみたいな感じでここで降ろすってなるな。
ドキドキするわ見とって昔なんかもーちゃんがどっか自衛隊の基地に行ったらなんかあのほんまにあの外人のアメリカ人のなんかあの軍隊の人おってなんて言ったかな、ほんでもうほんまにもうすごいもう車もなんかもうなんかどっか会社のなんかジープかなんかで写真撮らせてもらったんですよとかって言っとったけど、どこ行ったん言うとったっけ、なんか言うとったどっか行ったん、あんまり自衛隊の中入ることないよな、刑務所の中は入ったことあるけどな、もうカメラとか携帯では全部没収、はい没収みたいな、ここ入れといてみたいな、そんな思ったないけどな、今日なんかむしろグイグイ言ってるけどな、
定価で帰ってきとったらしいね。だいぶ昔の会社の時、定価で帰ってましたよとか言って。ほんだら、なんか言うとったら、日報入れかなんか引き出しに、あの、深夜割使って帰ってきてくださいって、手紙が入ってた。そうなるような。めっちゃおもろい。おー、なんか、やっぱり今日天気良さそう。もう、あれやな、年いったら天気のことしか気になれへん。もう毎日天気のことばっかり考えてんもんな。晴れるんかな、雨なんかな。工事やってる。もうちょっともうちょっと。昨日ヤシオのパーキングを0時10分ぐらいかな、0時10分ぐらいに出発してカリアで2時間ぐらいかな、カリア2時間ぐらいちょっと休んで到着、8時間か、ヤシオから一気走りで8時間かな、430だけして、ちょ時間の読みは予定通りやったけど、ちょっとカリアで2時間寝てしまいました。あれカリアビューって入っていったら、あの一番ケツずっと通路行ったら、あれ左側にあれ駐車場なんかあれできたんかな、なんかふわーって左の方になんか広いスペースができとって、結構な台数止めれる感じやったわ。あ、ここできたんや。あれでもトレーラーワークなんかな、なんかこうやったら広かったかな。できたみたいです。カリアはパーキングが広いから、あのなんかもう建物のとこにあるトイレ以外に、なんか森の中にもトイレあるもんな。そうそう、森の中というか、もうほんまなんかこうなんか森みたいなところにあるトイレ。あれ厚木のサービスエリアみたいに、あの後ろにもなんかトイレ作ってくれたらいいのにな。ここの勝手な都合やけどな、もう言うはただやもんな。
ちらのトラックなんか前からケツまでシートビーって張り直したけど全然漏れてくるもんなあれ張るときおもろかったわ屋根の上乗ってな付いてんねん。半分は暗くぼんやり。そうそう。一応もうなんとか自分で前買った分と会社からと思った分とで、ね、このマーカーでも高いわ。2500円ぐらいするかな。ジェットで買ったら普通に売ってるの買ったら2000円ぐらいかな。マーカー昔のこんなレンズのとかやったらな、もう700円とかやったのにな。マーカーLED なんて高なったな。でもなんかこう田中坊がケツにつけとった激光を見たら、うん、このマーカーもええなって思ったもんな。あれ横にブイってつけとったな。プロヒア乗ってる時、プロヒア乗ってる時、あの緑の激光をつけとった時に、あのかっこええわって思っとった。勝手に思っとったけどな。これ激光、俺の激光みたいな感じで思っとったけどもう今エアのつけるとこないもんな。一番ケツの角っこに丸いやつピュッて一個つけたいねんけど、それさえつけるとこないねん。ないねんな。これまあでも一番ケツのこう飛び出ししてるマーカーがなかったら、なんかこう駐車場とか入れにくいなって昔思っとったけど、全然普通に行けるんやなって思ったわそうそう、行けるやみたいな。
してるな紅葉、赤くはないな。今年あんまり寒ないもんな今まだ。終わりたいと思います。ですです、よいしょ。じゃあ皆さん本日もご安全に。です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 ノートですノート、右 OK 左 OK、 よし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 、じゃあ終わります。ありがとうございました。びっくりした、前の2頭車ドアがバカって開いたから何かな思ったよ、一瞬でしまったけど、バカバカって。